ダイヤモンドシティ。ここは一体？お花畑か？ピョロ！無個性な顔が大量に並ぶぜ。言うほど並んでねえ。ワリオの会社、見慣れたもんだな。どうした？ほう！というかめちゃめちゃ従業員いるな。頑張ったもんね。その口なんや、のび太くんか。フルボイスのようでそうではないやつ。どうした？遊べないの？遊べないの？そのボタンは、どうした？うわあ！え？これ思ったより壮絶な、ソードアートオンラインでは。あらあら、かわいい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 。なんかこうしてみるとキャラ増えたな。え？ナインボルトのママもおんの？いや、まあそうか、未成年は働けねえか。あれ？カット&アナは？マーエは？つまり、そういうことだぜ。はい、というわけで、お裾分けしたくてもできないメイドインワリオやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いや、もうしたくてしたくてたまらないんですけどね。まあ残念ながらできないということで、ストーリーやっていきたいと思います。なんだこのローカル通信って。なあ。ちょっと、翻訳がバグっているのか、ちょっとこちらの言語にぜひともちょっとアップデートでわかるように修正していただきたいところですね。はい。ん？なんだな？なんだこれは？なんだこれは？理解が難しい。では行きましょう。ニュー。ワリオ、手始め。なんだかわけのわからんところに来ちまったぜ。仕方ない、先に進むぞ。よし。チュートリアあるのかな？こんにちは。ジェットパーク。あれ？体が明るいと思ったら宙に浮いてるじゃないか。ゲームの中だからかな？まあ便利なのでよしとする。まあ、おならで飛ぶよりは肛門に優しいだろう。金儲けのためにお宝を探したり、ゲームを作ったり、ニンニクが大好きでいつもちょっと臭い。いつも食うとやっぱ匂いってついてくもんなのかな。ほう、向いてる方に タックルする。ほう。なんか、思ってたモードと。へえ、向いてる方向だけど、これ、横にしかタックルできんのか。おるれ。押せ！ほら！押すだけじゃねえか。倒すぜ。よし。イエーイ。これで操作を学んだということだな。俺様が作ったステージ。ウイルスか、こいつ。あ！うわぁ、バグだ。修正せねばならない。行くぜ！なんか若葉って感じですな。ワリオさんはなんだかんだ初心者向けから最後のステージを担当したりと、割とゲームバランスにしては有能よね。え？お前ら！お前ら！お前ら！リズムの！オビロン。楽しそうやけどこいつゲーム画面見てないっすよ。コッパみじんだけど、動物には優しいな。スタート。はい、これがオープニングなのか。結構自分にひどいことするオープニングを作るもんだな。なんだこれ。取れ。オッケー。よしよしよし。あ、そういうこと。お腹の中のあれかよ。こうか。オッケー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 。意外と難しいか。気をつけろ。こんな感じの一口ミニゲームがいっぱいなんだ。よし、オッケー。うれ。いろいろな攻略方法がありそうだな。ちょっと、あれだ。喋ってたらその次の展開がもう来てるから急がないとな。花。お？クリケット。なんだこのイケメンは。くそ、脳が破壊されるぜ。こんなストレートなイケメン、昔にはいなかったぞ。ヤングクリケット。
強さを求めてマンティスの元で修行中、真面目で素直、肉まんが好き、くっそウィークポイントがねえじゃねえか、ジャンプが得意、ほう、なるほど、壊します、押す、そいや、ほう、マリオみたいなことしやがって、80ボルトもおるとよ。ここに来てから頭ですがいくらでも投げるようになった場合、そうはならんやろこれなら動かんでもよかね。まさかお前は動けないのか。こいつは、ほう、結構小回りはどうなんだ。さあやってみましょう。全部壊せ、上、あ、意外といけるわ。シュワ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 、うわ、何これなんだよこれこれかけり虫じゃん3人で交代しながら戦いましょう。はい、任せろ、よっしゃ行くぜ、全部光らせろ、うっす、いやー月は綺麗ですね、おらえ、あ、そういうこと、これだろ、オッケーオッケーオッケー、びっくりしたびっくりした、そういうことか。さあ次は移動アタック、やつって誰誰誰、お前か、違うええ、ヒゲの色一緒だったか、あ、形か、チキショウ、色で見てた、失礼、ほらぶちまけろ、え、ちょ、うわマジかよ、動いちまった、死んでしまいます、鼻を、よしよし、オッケー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 、違う、そっちの鼻じゃないえ、オッケー、ふう、イケメン、やばい、もう忙しすぎてもう無理、顔色悪いっすよ、ボスステージ、ドキドキだね、鼻です、いや違う、ニンニクですお、倒せ、どう見ても今タックルしたらいかんやつ、うれ、よし、ゆっくり見ていけ、こういうとこでやっぱワリオが先陣切る感じですかね、よし、この感じからして負けちゃいかんでしょう、そろそろ初見殺し的な要素来るかもな、いてぇそんないきなりトゲ生やすなよ、はい、リベンジ、もう後がないぞ、気をつけないとな、ちょっとゆっくりよ、つうかお渡し気ならやばくない、オッケー、怖いな、さあいきなりゲームオーバーになってしまうのか、わし、うれうれ、さあ次だ、おそらく3回ぐらい殴らないとダメだろう、ここで3機も失ってんのが辛すぎるんよ、よし、メテオ怖い、よし怖い怖い、ほら、オッケー、よし、ふう、よかったぜ、イージーにしては割とあれだな、どういうことなのこれ、まあいいや、スリーピースで喜んでるから、ワリオくんが幸せそうで何よりですという感じで、こういうゲームです、はい、バグ取ったか、あ、いたぞ、おるれ、おお、汚れが消えていく、というかなんで左上はドット絵なんだ、多分あれはゲームをおかしくするゲームバグ対、なるほど、ゲームバグを全部退治したらここから出られそうですね、そうなのか、やったぜ、先に進むぜ、クリケットと18ボルトが仲間になった、男ばっかだぜ、クリアのご褒美で1000円、やったね、買い物できるのかい、どういうこと、なんかバグがひどくなったようにしか見えねえ、メインメニュー図鑑がオープン、ミッションキャラクター、なるほど、じゃあここで、え、何これ何これ、今目がおかしくなりそうだった、ミッション、ほー、ストーリーでゲームの外の世界に帰る、
スコアミッション。おー。ストーリーの手始めをチーム人数を3キャラにしてプレイ。スコア31以上を出す。なるほど。つまり、今のはあくまでストーリーの上でやってるだけ。限界をするという意味ではこれからなんですよ。やってみようか。まあ基本的にはシナリオサクッとやるぐらいにしようかなと思ってるんですが、スコアタックはね、沼だと思う。キリがねえってやつです。まだ見てないゲームありそうですからね。さあ、どこかで見た記憶のあるこいつら。こんにちは。任天堂ゲームを広くやってると、おってなるパターンもあるってことですかね、これ。はい、ではゲームスタートだ。行くぜ。まずは君からか。オッケー。なるほど。同じミニゲームでもキャラが違えばちょっとやり方が変わるってやつか。え？どうすればよかったの？よし、オッケー。危ねえ。つうかこれ背景ワリオかよ。お前こんなに可愛くねえぞ。いや、可愛いかもしれない。トゥ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 。31って結構頑張らないといけないな。え？あ、そうか。ちょっと待ってくれ。もう、ヒゲしか見てねえ、お前。やばくね、これ。あ、ぶね。あれ苦手だわ。どこ？顔か。目を見ろってことか。オッケー。こう、キャラが即座に切り替わるから、思ったより大変ですよ、これ。今までのワリオと違うところだ。今度はジャンプだぞ。オッケー。よしよしよし。さあ次はワリオ、タックルだぞ。ほらほらほら。オッケー。やったぜ。さあ次は撃つぞ。よし、オッケー。割れるぐらいに入ってくってことか。ボスステージ、うそーん。下からどつけってことか。これさ、18ボルトだったらくっそ簡単そうなんですけど。遠くから撃つだけだろ。でもそうか、動けねえから。でもメテは撃ち落とせばいいんじゃない。そういうことか、下にあったの。なるほどな。こいつを使うことも考慮にしてのステージだったわけだ。やべえ。オッケー。にしてもこいつ意外と操作性いいっすよ。マリオくんもこれぐらい頑張ってほしいね。非常に動かしやすい。キビキビ動きます。これ出始め叩けそうだな。さあ、よし。でもまだまだ先は長いからね。怖い。オッケー。よし。では次だ。ここからどんどんゲーム早くなっていきます。イエーイ。お、1アップだ。へえ。なにこれ。あ、よくありそうなやつ。お、気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。気持ちいいか。思ったより前は。でもこういう遊び心いるあたり、ワリオよく分かってんな、ゲーム作りを。意外とその辺の才能はあるよな。さあ、レベルアップ。後ろで花が踊り来る。おっと、危ねえ。よし、意外と貫通性能はねえからな。さあ次、取れ。よし、オッケー。ふう、こいつのこの移動ギミック、くっそむずいんだけど。そういうことか。あ、オッケー、ギリギリ。危ねえ。そうか、難易度が上がってるから一工夫いるようになってるのか。ってことは一番簡単なやつだったんだな、さっきの。これは簡単。よし、ワリオくんがなんか悲しいことになってたけど。オッケー。よし、チューキルは。やつ、お前だ。オッケー、やっと当たった。ふう、どんどん行くぞ。スピードアップ。これむずいぞ。よし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 。オッケー。次次狙うショット。そうなんのか、レンダーゲーか。オッケー。3回タックルする必要がある。よし、
さあボスがさっきよりも強くなるのかな今度。これをもう一巡しなきゃいけないというか、動画の尺にいきなり厳しいことになっちまってんだけど、2パートに分けてるかな。ほう、ぬるいぜ。おら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 、しかも確定一発じゃん、強すぎるぜこいつ。でメテオだけは撃ち落とすようにしねえかな。さあ起き上がりに重ねていきたい。怖い怖い怖い。よし、やっぱり壊せる。へえ、斜めだろうが無理なんだ。さあしっかり割らないとね。ほら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 、オッケー、やはり余裕だったぜ。ひゅー、こいつで来た方がいいなやっぱ。でもそんなの選べないもんな。ステージが10ごとにボスに対して、えっえっ、これ、どうなの。でもさ、意外とこいつ回収してるな。うん、思ったより取れた。よし。うごほうごほう。さあ、次だ。エネルギーは回復していますよ。どこまで行くんだろうな。よし、オッケー。ふう、胃がすっきり。余裕だぜ。さあ、次だ。うおー、行ってきます。こういうことか。よしよしよし。さあ次タックル。重いわ。よし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 、オッケー。バナナやるね。まだまだ見てない光景がありそうなんだが、見落としてるかもしれん。やつ、お前じゃ。オッケー。むずくね、むずくね。このゲーム苦手です。これはぬるすぎる。さあ次、どれどれどれ、上上左右右。これやべえな。これテンポ上がるとやばくなるやつですね。ですがいけそうだ。さあどんどんいけ。ちょ、オッケー、ギリギリ。ネギじゃん。オッケー、あそこもちゃんと切り替わるんですね。ふう、オッケー。鼻。さあ29。おらら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 ら、結構ギリギリになってきたぞ。よし、さあ次ボスステージ、また君か。やったぜ。さあボスは変わらないのかな。お、変わってるわ。いきなり2体か。よし、次ってことはこの次は3体来るぞ。時間制限はあるんだろうか。よし、多分大体メイドインワリオは3体倒せばって感じだった気がするんですが。よし、怖いぜ。まったく。よし、ちなみにこれ壊せないのか。なるほど。あ、そうだ。つうか、え、ボーナスいいんすか。やったぜ。今ちょっと試してみたくてな。あ、そうか。やり直し、え、それでもやらせてくれんだね。ワリオさん優しいな。めっちゃ稼いだ。でもボスやり直しじゃね、これ。よし。お、スピードアップ。あ、ボーナス的扱いになるから、そのまま進行するんだ。へえ。よし、オッケー。なるほど。ボスめんどくさかったらむしろこうやって消化するのもありね。結構長いもん。シュッ、危ねえ。もう一回押さないとな。やべえやべえやべえ。オッケーオッケーオッケー。よし。難易度上がってきてるぞ。スピードアップ。まだまだ上がるぜ。違う。もう見ずに撃っただろ、お前。一発は誤射かもしれない。一発は誤射かもしれない。左、上。え？え、上だっけ？あれ？ちょっと待って、曲がりすぎ！あー！違う、逆。もう、混乱してる。これ、やばいやつ、やばいやつ、やばいやつ。上と下間違えてるやつ。あー、もう、一気にきつくなったぞ。
タッグオッケー、余裕余裕、本当本当、うわ、ぶね、よし、トゥル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 、おらら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 ら、よし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 、オッケー、さあ、ボスゲームですな。よし、残機を獲得したいところですが、バッチャバッチャ遊んどるぞ。こんにちは。結構でも初挑戦の割には結構いってると思うんですけどね、僕的には。あ、いた、フラグ立ってずれちまった、意外と早かったんだよ。なるほど、そういう難しさがあるんだな。よし、まあこういうゲームですという紹介ですね。存分にちょっとやりすぎてしまったくらいですが、まあその辺はちょっとやりすぎだと感じたら編集の私が何とかしてくれてるかな。で、これショップとかはまだ、お？おー、こういうことか。え？遊べんの？ほー。ってことは、ここのステージはもう全部遊び尽くしたってことみたいですね。では、次回以降はね、さっきみたいなチャレンジは、多分せずにサクサクいくと思いますので、まあ、これだけのステージの数だけ、動画もよろしくお願いします。あるいは、これ面白そうってなったら、皆さんは皆さんで買って遊んでもらって、私の初見を腕組みおじさん的な視点で見てもらってもいいかもしれません。ありがとうございました。